航空自衛隊小松基地所属の F-15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名も亡くすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保を第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されているこの空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行共同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、一年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し敵役として訓練。共同を行うことを主任務としている部隊だね。飛行共同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行共同軍の軍司令、田中公使1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針を取っている原因と言えるね。もちろん、そのことに関して異論はないし、空の先森として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、
海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることがわかっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中一沙は読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水をあけられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因について漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追及すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、
日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。本当だよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか、という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。
一番行かれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを、1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの1-2式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民一人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは一人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも一人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した1-2式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、
つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその麻薬で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ能量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。いよいよ日本とイギリスの日英同盟が本格化してきたみたいだな。日本とイギリスが共同で戦闘機開発に乗り出すって話だけど本当なの？うん、これは本当みたいだね。令和の日英同盟と言われていて、次世代の戦闘機開発を行うみたいだよ。アメリカの戦闘機を購入の話も出てたよね。イギリスとは結構関係性は友好で今までも共同で何か開発してたよな。そうだね、イギリスからの誘いがあったようで、もともと日本とイギリスは、戦闘機用のミサイル誘導装置の開発など、様々な分野で良い関係性を築いてきたんだ。そんな日本とイギリスなんだけど、2022年2月に両国政府関係者が協定を結んで、次期戦闘機向けの高性能センサーシステムを共同開発することを発表したんだ。センサーシステムの共同開発という軍事目的のものを日本が、アメリカ以外と共同開発することは第二次世界大戦以降、異例のことなんだよね。そこで今回は日本とイギリスの関係性と、その背景について詳しく見ていこう。それじゃあ行ってみよう。日本とイギリスが共同開発するのは、それぞれが開発している次世代型戦闘機用のセンサーシステムジャガーというものなんだよ。センサーシステムというのは、戦闘機が陸海空から出現する敵を発見したり、迅速に正確に標的を特定するために使用されるんだ。さらに敵の監視技術を無効にする能力を向上させるために、レーダー技術において最高レベルの技術を持つ日本と、次世代型戦闘機の開発のノウハウを持っているイギリスが、手を組んでレーダー開発を進めていく方針なんだ。なんかすごいものができそうな予感だよね。そうだな、これは期待できるよな。日本の技術力も大いに発揮できそうだもんな。防衛装備庁は多数の受信ビームを同時に形成することで、瞬時に広範囲を探索することができると今回の共同開発の意義を強調していて、完成を目指している航空機搭載用レーダーシステム技術は他国でも実用例がないもので、実用化できれば航空機の探索能力が飛躍的にアップすると期待されてるんだ。これが実用化できれば戦闘機開発で他国を一歩も二歩もリードできそうだな。このレーダーシステムが実用化されるのに何年くらいかかるんだろうね。そうだね。その件に関してはイギリスの国防省が今回のプロジェクトについて発表してるから見てみよう。イギリス国防省の発表によると、ジャガーシステムを設計、構築、評価までするのに、最低5年はかかるんじゃないかと発表しているよ。民間企業としてイタリア防衛産業大手のレオナルド社の、イギリス法人と日本企業が参加することを明らかにしているんだ。5年か、早いのか遅いのかよくわからんな。日本とイギリスでそれぞれ実証機が製造されて、両国の専門技術を高めるために、得られた成果や技術を共有しながら作業を進めていく方針なんだ。それを考えると、5年という歳月は妥当と考えられると思うよ。もう一月になる開発費のことなんだけど、これに関しては日本もイギリスもジャガー計画に、どれほどの予算を当てるかは明言していないんだ。日本に関してはこのプロジェクトに参加する企業名さえも明らかにしていない。
このことが何を意味するのかはわからないんだけど、日本とイギリスではこのプロジェクトに対する捉え方が違うようだね。イギリスは国内の軍需産業にとって有益なことと明言しているのに対して、日本は高度な性能を有する次世代戦闘機を保有することができることをアピールしているんだ。そやな、日本はいわば普通の企業なわけじゃん。軍事専門の企業は存在しないだろ。他国は、軍事兵器専門の企業が存在するからな。そのことを考えても、プロジェクトに対する考え方は違うだろうな。プロジェクトに対する考え方はともかく、素晴らしいものを共同で開発してくれるなら問題ないよ。そうだね。それじゃあ今度は次世代戦闘機を取り巻く日本とイギリスの実情を見ていこう。日本は航空自衛隊が運用している、F2 戦闘機の後継機の開発を国産主導で行っていたよね。今回のジャガー計画で、開発に成功した次世代センサーシステムを、次世代機に搭載することを目指してるわけなんだけど、実際 F22 戦闘機が2035年には実戦配備できるように目指してるそうなんだ。この F2 戦闘機の後継機の開発は日本主導なんだろ？日本のどの企業が関わっているんだ？うん。2020年10月に開発主体のプライム企業として三菱重工業と契約したみたいだね。同社が全体を統括して共同でエンジン、機体、レーダーなどの開発を進める体制を構築したそうだ。やっぱり三菱重工業なんだね。開発の主体となるのは、やっぱり三菱重工業だけど、それに加えて IHI、川崎重工業、スバル、東芝、NEC、富士通、三菱電機が新たに加わり、8社による共同開発で進めていくそうなんだ。日本が誇る名だたる企業ばかりだな。すごいものができそうで期待しかないぜ。さらに防衛省は、次世代戦闘機についてアメリカ空軍との総合運用性も考えていて、日本企業に加えて、ロッキードマーティン社を、総合支援企業として選定したみたいだよ。アメリカが持つ最先端の戦闘機技術のノウハウを吸収しつつ、官民一体となって戦闘機を開発していこうというのが日本の方針のようだよ。イギリスでは現行の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの後続機として、テンペストの開発を進めていて、こちらも2035年頃の実戦配備を目指してるようなんだ。日本の後続機の実戦配備と同じスケジューリングであることから、今回の共同開発の話が持ち上がってきたのではないかと言われてるんだよ。アメリカのロッキードマーティン社がついてくれれば怖いものなしだね。今回の次世代戦闘機の開発はジャガー計画だけじゃなくて、日本とイギリスで次世代戦闘機のエンジンも共同で開発するそうなんだ。2021年12月には、日本政府とイギリス政府が次期戦闘機エンジン実証機について、日本の IHI とロールスロイス社が共同で開発すると発表してるんだ。さらに防衛省は、2021年に41億円の予算を投じて、次期戦闘機用の高機能レーダー技術の開発を日本とイギリスで共同開発することも発表してるんだ。でもよ、基本戦闘機や兵器などに関してはアメリカとズブズブだっただろ？次世代戦闘機を開発する上で、イギリスとの共同開発についてはアメリカは何も言わないのか？うん、そうだね。防衛省はもともとアメリカとの相互運用性を重視しているんだよね。航空自衛隊が導入を進めている F-35 ライトニングも、アメリカのロッキードマーティン社製だったよね。今回イギリスとの共同開発を進めている戦闘機も、あくまでも F2 戦闘機の後継機としての国産戦闘機でアメリカとの関係はこのまま継続することになるよ。護衛艦出雲加賀の軽空母化によって艦載する戦闘機は F-35 だし、アメリカとの関係もしっかりと維持しながら、イギリスとの共同開発も進めていくということなんだよね。そのこともあって、今回のプロジェクトの開発支援企業として、ロッキードマーティン社を選定しているんだろうね。まあ、ここ最近のアメリカの動きを見ていると、アメリカの顔色ばかりを伺っているのもどうかと思うけどな。そうだよね。今回のウクライナの件でも、実際にアメリカは何も手出しできない状況だもんね。うん、確かにもし日本に中国やロシアが軍事侵攻してきた場合、アメリカが助けてくれる保証はどこにもない。そう考えると今回のアメリカ以外の国との共同開発というのは大きな意義を持つと思うんだよね。日本が独自の力で防衛力を高めていくしかないと思うんだよね。アメリカの顔色を伺ったり事情を気にすることなく、戦闘機を国内企業が開発するのが望ましくて、同時に最先端の技術やノウハウを持つ諸外国と共同開発していくことが望ましいと思う。その点で、
日本はエンジンやミサイルの技術が欲しくて、イギリスはレーダーやセンサーの技術が欲しいということで、お互いに技術や費用面で乏しいところを補いつつ、高性能な次世代戦闘機を効率よく開発できるということなんだ。そうだね、いつまでもアメリカには頼ってられないよね。自国は自国で守れなきゃね。実際、今の日本はアメリカの後ろ盾がないと何もできないと思われてるからな。中国や北朝鮮、ロシアには舐められてるからな。共同開発とはいえアメリカに頼ることなく戦闘機を開発することが何かいいきっかけになるといいよな。うん。やはり自分たちの国は自分たちで守るが基本だと思う。そして日本には世界最高峰の技術力とそれを有する企業がある。開発力でも遅れは取らないはずだよ。世界最高峰の次世代戦闘機が完成することを楽しみにしておこう。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日の雑学行ってみよう。待ってました。今日は何を教えてくれるんだ？今日はウインナーとソーセージの違いについて話そうか。ウインナーとソーセージは何が違うと思う？みんなその違いがわからずに食べているんじゃない？じゃあ早速その違いについて触れていくよ。まずウインナーについて調べてみると、実はウインナーソーセージの略であり、ソーセージの一種であることがわかったよ。一口にソーセージといっても、魚肉ソーセージなどもあるし、いろいろな種類があるよね。そう考えるとウインナーがソーセージの一種であることは納得できる。それじゃあ、ソーセージとは何なの？ソーセージは、肉をひき肉にして味付けなどをした上で腸などに詰めたものの総称なんだ。ひき肉を腸に詰めたものを見た時には、とりあえずソーセージと言って間違いないということだね。いろいろなソーセージがあると言ったけど、具体的にはどのように呼び方を分けているんだろうね。以前は、何の動物の腸に詰めるかによって呼び方が異なってたみたいなんだ。しかし、昨今では人工の皮ケーシングに詰められていることが多いため、この呼び分けではなくなったんだ。最近では、この人工の皮ケーシングの太さによって呼び方を変えているそうなんだ。昔は羊の腸にひき肉を詰めたものをウインナーソーセージ、豚の腸にひき肉を詰めたものをフランクフルトソーセージ、牛の腸にひき肉を詰めたものをボロニアソーセージと呼んでいたんだ。ということでウインナーとソーセージに違いはなく、ウインナーはウインナーソーセージの略で、ソーセージの一種のことなんだ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、
中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪化が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。ちなみに日本は F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、
中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね、と。日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか、と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年1月に南シナ海で起きた事故により、アメリカ空母カール・ビンソン艦載機の F-35C、その機体が、海底3800メートルの位置から無事に回収されたよ。公海上であったことはもちろんだが、そこは南シナ海で、中国の原子力潜水艦などが F-35C の回収に躍起になっていたこともあり、不安のためだっただろうな。軍事機密の塊とも言える当該機体を無事に回収できたことで、アメリカ海軍の関係者もほっとしたことだろうね。そうだね。でももちろん、ここでほっとしている余裕などアメリカにはないわけなんだ。ウクライナ情勢も絡んでくる対中国への対抗策も練らなくてはならないアメリカの実情も踏まえて、今回の事故について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ことの発端は、2022年1月初旬にアメリカが行っていた訓練中の出来事だったよ。2022年1月18日には、日本近海に3個空母打撃群 CSG、1個遠征打撃群 ESG、1個両用即応群 ARG が配置されている異例の状況が生まれており、中国に対して大きな牽制を行っていた最中だったんだ。さらに驚くべきは、
今回の訓練行動に参加したアメリカ海軍の原子力空母、その数はなんと3隻、地中海で中東関連の任務を担当するハリー・トルーマン CVN-75 を除いた、残り3隻がインド太平洋に集結している状況だったんだから、これには多くの軍事アナリストも驚いていたみたい。ちなみにこの3隻は、横須賀に前身配備されたロナルド・レーガン CVN-76、インド洋で作戦行動を終えてから合流してきたカール・ビンソン CVN-70 は、フィリピン付近の南シナ海に姿を現したことが確認されているぜ。そして1月10日には、母港サンディエゴを出港してきたエイブラハム・リンカーン CVN-72 が、1月18日現在で日本近海に出現し、まさに異例中の異例と言える布陣となっていたわけだな。そして、これらの原子力空母に艦載されている戦闘機は、最新ステルス戦闘機 F-35、カール・ビンソン・エイブラハム・リンカーンは F-35C 空母搭載型を、アメリカ SX は F-35B 垂直離着陸型をそれぞれ搭載しており、かなり強力な布陣であり、これだけの戦力が揃っている状況であれば、さすがの中国もビビるだろうと考えたみたい。でも、ここでアメリカがやらかしてしまったのが、今回の着艦事故による F-35C の喪失なんだ。うわぁ、これは停滞ね。中国が手の出るほど欲しい技術がてんこ盛りになっている最新鋭ステルス機を、よりによって中国の原子力潜水艦が闊歩する南シナ海でロストしてしまったんだからな。ことは重大だぜ。事故が起きたのは2022年1月24日、当時南シナ海において航行中だったカール・ビンソンは、艦載機の離発着訓練を行っていたんだけど、訓練終了に伴って着艦しようとした F-35C ライトニング2が着艦に失敗して、海上に落下、そのまま水没してしまったってわけ。実際の事故の様子が、空母の陸務員が撮影したと見られる映像によってインターネット上で公開されると、まさかここまで公開されるのかとネット民はかなり驚いていたみたい。実際に事故の様子を振り返ってみると、事故を起こした機体はかなりの高高度から侵入しようとし、やり直しを指示されたにもかかわらず着陸を強行した結果、空母の飛行甲板に激突するように着艦して発火しているよ。その際、車輪などの降着装置が破壊されたとみられ、そのまま火を吹きながら飛行甲板で停止することもできないまま、アングルドデッキの先端から海中に落下、その直前にパイロットは緊急脱出したんだ。海面に落下後、しばらく浮いていた F-35C を撮影した動画もインターネットに流出していたんだけど、やがて海没してしまったため、アメリカ海軍が周辺海域を捜索する羽目になったってわけ。パイロットが無事でよかったし、それが一般的な反応だと思うけど、アメリカ海軍の関係者は一大事に大慌てしただろうね。何しろ、水没してしまったのはアメリカにとってブラックボックス軍事機密の塊とも言える F-35C の機体。それがもし、公海の海中に没したのであれば、その捜索から回収までには相当の時間と困難を要することになっただろうぜ。それ以上に、その場所が公海である以上、中国海軍の艦艇がやってきて、どんな活動をしても文句を言われない状況だからな。アメリカが躍起になるのも無理はないよね。中国に軍事機密を奪われる前に、とにかく自分たちが先に機体を見つけて、機体を回収しなくてはならないわけだからね。この事故が起きる前後の、中国の反応についても確認してみようか。2022年1月22日共同訓練が終了した翌日には、早速台湾の防空識別圏に中国軍機の編隊を侵入させ、殲16戦闘機24機、殲10戦闘機10機、YQ 輸送機2機、Y8 対戦哨戒機2機、そして核爆弾を搭載可能な H6 爆撃機1機という、2022年になって最大機数による編成で領空侵犯を繰り返したんだ。これはいつだって中国は台湾を攻撃することができるという明らかな軍事的威嚇であり、アメリカの動きが自国に向けられていることを明確に意識していることがわかるよね。だけど、F-35C の事故について、中国政府としては正式なコメントは発信しなかったんだ。事故が起きていることは明らかに知っているはずなのに、知っていることを明かさない。この中国の態度に、アメリカは明らかに恐れをののいたと思うな。実際にアメリカ海軍の関係者の中では、知っているくせに言わないだけとか、アメリカよりも先に機体を見つけているのではないかなどの声も上がったらしいよ。中国政府としてはコメントを発していないものの、中国共産党中央軍事委員会機関紙いわゆる政府寄りの新聞である、解放軍報が、アメリカの行った訓練について論評を掲載しているみたい。その論評では張り子の虎では人を驚かすことはできず、わずか半年の間にアメリカ軍は原子力潜水艦を破壊し、
先進的な戦闘機を墜落させたと述べており、欲を出して失敗する行為はすでに国際的な笑いものだと述べているよ。原子力潜水艦の事故とは、この訓練が行われる数日前に南シナ海で行動していた、アメリカ海軍原子力潜水艦が何かに衝突して艦首を破損した事故のことを指しており、明らかにアメリカを馬鹿にしているな。そして先進的な戦闘機を墜落させたと触れたことで、今回の F-35C の事故を明らかに承知しており、アメリカをかなり挑発したコメントを残しているぜ。この論評の締めくくりには南シナ海は平和な海であり美しく静かなので、アメリカ軍はゴミをポイ捨てしないでいただきたいと皮肉たっぷりに述べられているもんね。口ではゴミと言いつつも、中国としては最新鋭ステルス戦闘機の情報は喉から手が出るほど欲しいだろうね。そう、こんなコメントを出している直後には、すでに南シナ海で中国海軍は行動を起こしていたしね。ステルス戦闘機の機体が陥没しているのであれば、どれほど困難であっても入手したいのが中国の本音だと思うよ。実際、事故直後から間髪入れず、周辺海域を中国の原子力潜水艦が現場周辺海域を行動していることが、確認されているんだ。ここまで中国が貪欲になっている以上、アメリカ軍は F-35C を中国に渡してしまうことは何としても避けなければならず、現場海域に長期間張り付いて機体の調査を行ったよ。とはいうものの、南シナ海には水深5000メートル以上の海域もあるため、作業はかなり難航したものとなっただろうね。その後、明確な時期は明らかにされなかったんだけど、事故から1ヶ月後、アメリカ海軍は水深約3800メートルの海底に沈んでいる F-35C を発見することができたみたい。早速、機体を回収するために海中無人探査機 CURV-21 を投入して海面までの引き上げに成功。潜水作業支援船ピカソの船上に積載することに成功したと言われているけど、それが果たして事実なのかどうかは明らかになっていないよ。ちなみにこのピカソ、主に海底油田のプラットフォームを建設する際などに、海底での作業を支援するために作られた船のことで、2019年4月9日には、青森県沖の太平洋に墜落した青森県三沢基地所属の航空自衛隊の F-35A の捜索に、同機能を持つファンゴッホを使用したこともあったみたいだぜ。アメリカがここまで躍起になったのは、過去に起きた機密漏洩のトラウマがあったとも言われているな。かつて、旧ユーゴスラビアで起きたコソボ紛争において、当時最新鋭のアメリカステルス機 F-117 が NATO 軍として参戦していたんだけど、交戦勢力であるセルビア軍が使用した地対空ミサイルが F-117 の左翼を損傷させた結果、コントロール不能に陥りパイロットが緊急脱出して農地に墜落してしまったんだ。この時、F-117 の機体の一部などは地元住民たちにより回収された結果、セルビアの軍関係者に融通され、セルビアと友好国であった中国工作員が現地にやってきて、F-117 の残骸を買い集め中国に持ち帰ったよ。こうして持ち帰った技術は分析され、その結果中国が自国開発した1020などのステルス戦闘機の開発につながったとされているみたい。アメリカとしては、あの時と同じ鉄を踏みたくないとの思いは強かったと想像されるんだけど、中国が F-35 について必要な情報は揮発性メモリーに置かれているソフトウェアデータであり、海没とともに消去されている可能性が高いことから機体の引き上げについてはさほど重要視していないとの見方もあるよ。いずれにせよ、アメリカが犯したミス、その傷口が大きくならなくて済んだと考えるのか、中国が虎視眈々と軍事技術を狙っていることを再認識する機会となったのか、アメリカにしてみれば貴重な教訓を積んだと考えるのが良いのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本とアメリカは同盟国であり、ここ最近、この2国間での合同訓練の実施回数が増えつつあるようだね。日本とアメリカという2国間の連携を密にすることは、とっても重要なことだよね。この間はステルス機のみでの合同訓練も開始されていたからな。そうだね。さて、今回の主題はステルス戦闘機の日本アメリカ合同訓練の様子について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカのインド太平洋軍のホームページに、戦闘機写真がアップされたよ。KC-135 空中給油機を中心として右に F-22 ラプター4機、
左に空自 F35 ライトニング2 A 型4機が従っている V 字飛行時の様子となっているね。2021年4月1日、日本周辺海域で開催された日本とアメリカの合同軍事演習の一コマなんだけど、ホームページにアップして誰の目にも触れるように設定した目的は、言うまでもなく日々軍事的圧力を増大させている中国に向けて、デモンストレーションを行ったというところかな。いずれにしても、この訓練には日本とアメリカの第5世代戦闘機が共に参加したということになったんだ。じゃあアメリカの F-22 の所属基地はどこになるの？実はどの部隊の所属機なのかは公開されていないんだ。ただし、在日米軍基地にはラプター戦闘機は配備されていないことはわかっているから、国外から演習に参加するために飛行してきたと推測されるね。この合同演習が KC-135 空中給油機を随伴したということから推理すると、現状ではレーダー捕捉が困難とされている F-22 ラプターや F-35 ライトニングの作戦行動範囲の広さを誇示する目的ではないかとも思われるよ。誇示する相手は、言う必要もないようだが、中国だろうな。逆に言えばアメリカはそれほど中国を意識している重要視しているとも考えられるぜ。これ以前の3月16日だけど、空自の F-15J イーグル4機とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2 B 型4機が KC-135 空中給油機と一緒に合同軍事演習を行ったという報道があったね。この3月の合同軍事演習は東シナ海の上空、つまり中国にも近い空間で行われたんだ。ということは、刻々と増大する中国軍の脅威に対して尖閣諸島を含む日本の防空能力の有能さを、直接的にアピールする見せつける目的だったのではないかと想像してしまうよね。導入部分でも紹介したけど、日本とアメリカの合同軍事演習は最近特に回数が増えているように見受けられるよ。直近の2019年度には延べ1245日という高い数字になっているから、近年の統計から合計を見ると2014年は1265日、2015年度が1319日、2016年度が1124日、2017年度が1198日、2018年度は1247日だね。右肩上がりに増加しているとは言い切れないけど、2014年度以降恒常的2000日以上を記録しているってわけ。参加した部門の内訳は2019年度1245日は、統合幕僚幹部が 7.3% で92日、空自が 13.1% で163日、陸自が 31.7% で395日、海自は 47.7% で595日になっているよ。数の比率も多少のズレはあるんだけど、3部門の参加パーセンテージは少ない順に空自、陸自、海自という順番には毎年大きな変化はなく、そのまま推移したと見受けられるね。さて、上記の通り、海上自衛隊の演習参加回数が一番多い理由はすぐ理解してもらえると思うよ。地図を見れば一目瞭然、日本は世界でも有数の領海や排他的経済水域を抱える海洋国なんだ。普段の生活で感じることはあまりないかもしれないけど、台湾やロシアとの国境ギリギリの遥か遠くまで日本の島々が多いってわけ。別の表現をすると、本土面積に比して領海が広すぎるとも言えるよね。またここ数年、肥大する一方の中国の海洋進出を無視することはできないよな。特に西太平洋方面への脅威が増えていることを考慮すると、海事に対応する海上自衛隊が演習参加回数が一番多くなるのは当然といえば当然のことなんだろうぜ。よく見ると海事の合同軍事演習実施場所は南シナ海というケースが多くなっているように見えるよ。ということは、中国が直接実効支配を進めようとしている海域に対して、牽制を行っていると言い換えることもできるのではないかな。中国に対するアメリカの動きだけど、ニュースなどでも話題となったクアッドクワドリラテラルセキュリティダイアログをご存知かな？日本語訳では日米合印戦略対話という、この体制はアメリカ、日本、インド、オーストラリアの4カ国で協力してことに当たることを目的としたものだね。4カ国による会談ということではあるんだけど、対中国包囲網ということに間違いはないだろうね。クアッドの3カ国であるインドが主催したマラバール合同軍事演習にはこの4カ国が参加したんだ。ただし、最終的にインドがオーストラリアの常時参加を認めなかったから、オーストラリアは招待参加という位置に止まったみたい。インドがオーストラリアを敬遠した理由だけど、2020年6月にインドと中国がヒマラヤ方面の国境係争地域で物理的な衝突が発生したことがあったんだ。この結果、死者が出る惨事に発展してしまったよ。インドはこの事態に懲りたのか、それともあまり厳しく包囲網を固めて孤立させると、
中国が逆ギレして暴走しかねないと危惧したのかもしれないね。中国とインドはヒマラヤ山地を挟んだ隣国だからな。チベット問題でも何かと揉め事が起きているし。だからこそ、インドは紛争の種を少なくしておきたいのかもしれないね。オーストラリア自体に含むものはなくても、アメリカ、日本と同様な扱いをしたら、中国にいらぬ警戒心を抱かせてしまう恐れがあるから、オーストラリアに譲歩してもらったのではないかと推測するよ。中国は南シナ海を自国の領海と主張し、勝手に領有を宣言したよね。本当に勝手だけど、そうだね。この行動に対して台湾、フィリピンを含め周辺の国々が不快感と同時に危機感を覚えたはずだよ。しかし強大な中国への対抗策をまとめ上げるにしても、一枚岩で協力する体制にはなっていないんだよな。中国の軍事伸長に怒りを感じながらも、各国それぞれの思惑が絡み合っているので、これといった手立てが見出せないというのが正直なところだろうぜ。不満や不安を中国に覚えてはいるものの、相手の巨大な軍事力と経済力を侮ることはできないよ。オーストラリアも、実は最近まで中国が最大の貿易国だったんだ。経済的にも複雑に結びついているわけだから、簡単に対立ということは政治的にも難しいんだろうね。こういった内情が透けて見えるからこそ、中国は高みの見物を決め込んでいられるってわけなんだね。悔しいけど、それもある意味の真実だな。言うまでもなく中国の軍事力は日々拡大しているぜ。しかし実際の経験という点ではちょっと話が変わってくるんだよな。近代化した電子戦術など、テクノロジーは日々進歩しているから、それに対応しなくてはならないもんね。果たして中国が対応できるのかと疑問に感じてしまうよ。テクノロジー分野ではインドの発展が目覚ましく、中国がインドのサポートを得られれば最強かもしれないけど、今の状態ではテクノロジーの進歩を中国は恐れているのが現状ではないかな？というか、個人的にはそうであってほしいと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は野球についてだよ。みんなは、野球のホームベースってわかるかな？そんなのわかるよ。小学生なんかがグラウンドで野球をするときよく書くじゃないか。そうそう。そのホームベースなんだけど形は覚えているかな？うん、五角形だよね。正解だね。でも、ホームベースって昔は四角形だったんだ。それって他の一塁、二塁、三塁と同じ形だったってことなのか？そうだよ。なんでわざわざ四角形を五角形に変更したりしたのかな？それはね、実は審判がピッチャーの投げ込んだボールを判定しやすくするためらしいんだ。ホームベースが正方形だった場合、審判がホームベースを見るとダイヤの形に見えるよね。そうなると、ボールがダイヤの角の部分を通過した時にストライクとボールの判定がかなり難しくなってしまうんだ。だから、審判から見てダイヤの形をしていたホームベースの向きを、正方形に見えるように置き直したんだ。すると、ピッチャーが投げ込む球とベースの向きが平行となりストライクの判定がとてもしやすくなったそうだよ。そして、正方形の状態で設置してしまうと、ラインとの間に三角形の隙間ができてしまうんだ。そこに、三角形を追加することにより、現在の五角形のホームベースが完成したそうだよ。なるほど、プロ野球なんか、165km で投げるんだから、審判もすごいよな。ほんとだよね、野球もいろいろ試して今の形があるんだね。そうだよ、なら今日の動画は終わり。明日もまた見てね。
雪やこいこのあられやこいこに。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天才と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と会長によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度の防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造の構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして一番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと嫌いマインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国公船などによる不法な活動を警戒監視する業務にあたるほか、対潜戦闘対空戦闘対みなかみ戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、大気外戦にも対応する機能が付加されることで、総海底の内容も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦体サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、
その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、62口径5インチ砲 ×1 機 12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃化 ×2 機マーク、41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦対艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総海業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUVH機、無人水上高層からの USV1 艇、 H60 系総海ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の提言に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦体にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では省人化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は旭方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、省人化と省コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー星の導入を予定しているみたい。クルー星は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー星においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、クルー制でも運用可能と判断されたってわけだな。
防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、防衛基地に導入する掃海艦との連携を図り、平時の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは、尖閣諸島などにイスラル中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従軍領艦野上熊野の城として使用された名でもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢日向であったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B 2機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問後、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官は10月25日に時事通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動は阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、
出雲だけでなく同型艦の鏡の改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B40 機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊は2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない。日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような連通甲板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた意味は航空母艦の終作ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して海事柄は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが、安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明が不足であるため、やはりこれら艦橋が、右舷側に偏った場合の送艦運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。次に全通甲板を持つ護衛艦として日向型護衛艦の日向と伊勢が誕生し、日向型では大隅型以上に甲板が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。日向型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、日向型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの連通甲板を持つ護衛艦の建造技術と送艦と運用へのノウハウを習得した上での、出雲型は中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッキサイド方式エレベーターにあり、前方への飛行甲板上のエレベーターも大型で F-35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の F-35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦ではシーハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッキサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用の開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用ら MV-22 の将来的な運用ら視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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 2023
2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊でも F-35 ライトニング2の通常滑走路仕様の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場がアジア唯一の FACO と呼ばれる同機の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが、一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。
あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&有効上利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施を機として話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&有効上での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&有効上にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を乗っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&有効上までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的が過ぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&有効上と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか、断固として許さないのか、行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。中国の遼寧を中核とする空母打撃群が、尖閣諸島周辺海域で早期警戒ヘリの発艦を実施したみたいだね。まさに挑発と言っても過言じゃない行動だな。尖閣の周辺海域を我が物顔で、うろついているんだから、ほんと迷惑だよね。自分たちの領土だと信じて疑っていないあたり、本当に立ちが悪いよな。歴史を読み解けば、尖閣が中国の領土じゃないことは明白なのにね。都合の悪い出来事をなかったことにするのは得意だもん。仕方ないよ。そうだね。今回は冒頭で述べた通り、遼寧を中核とする空母打撃群が、尖閣諸島周辺海域で挑発的な早期警戒ヘリの発艦を実施したことについてと、新型の055型駆逐艦など、空母打撃群の能力を向上させている中国軍への対抗策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする合計6隻の艦隊が2021年4月3日に沖縄本島と宮古島の間を通り、太平洋方面に進出して軍事演習を行っていたことが防衛省の報告があった時に驚いた方も多数いたんじゃないかな。しかし正確には、この時の遼寧を中核とする空母打撃群には、最新鋭の055型駆逐艦南ちゃんや 052型 054A 型駆逐艦、
補給艦等が含まれていたが、日本の領海等への侵犯行為はなかったというのが事実らしいぜ。同時期に南シナ海においては米海軍の大型原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が、同海域における軍事演習を敢行しており、中国とアメリカ双方の G 行為が衝突するかのようだったね。当時の遼寧の航行の様子を映し出した画像が実はインターネット上に多数アップされていて、日本とアメリカの複数の艦艇や航空機が追尾行動を行っていることを公言していたよ。太平洋方面に進出した遼寧を中核とする空母打撃群は、台湾の東側に位置する西太平洋で軍事演習を行った後、その後は南シナ海へ軍を進み、さらに太平洋側から4月26日に今度は北上をさせたんだって。日本の自衛隊の艦艇や航空機の監視が行っている中で、翌27日には遼寧を含む中国の空母打撃群はついに尖閣諸島周辺海域に到達し、艦載機である早期警戒用のヘリを発艦させたため、航空自衛隊がスクランブルを発令したよ。遼寧ってどんな艦艇なの？この遼寧は中国海軍内では練習用艦艇として位置づけられており、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルの規模を持ち、イギリスのクイーンエリザベス級航空母艦と同じスキージャンプ方式の航空母艦となっているよ。このためアメリカの大型原子力航空母艦のような固定翼の早期警戒機を搭載することができず、その任務に関しては大型ヘリが全て担っており、その意味では同じくイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦などとも同様だと言えるぜ。また現在のところ海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修が予定されているが、艦載機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備しない理由は、現存のヘリによる早期警戒機の運用が想定されている状況だからだな。一連の遼寧を中核とする空母打撃群の当時の行動を受けて、日本の基地防衛省は4月30日の記者会見において中国海軍の作戦行動範囲の拡大を危惧する声明を発表し、その行動に警鐘を鳴らして特に海上自衛隊では緊張感を増したんだ。遼寧が艦載機としている J15 戦闘機は、中国の空母建造計画のために、信用引き工業集団及び601研究所により開発された艦上戦闘機となっているよ。NATO コードネームはフランカー X2 といい、ロシアのSU-33の試作機を元にして中国が開発した機体であるが、そのベースよりは若干性能が劣るだろうと予測されてはいるんだ。また今回この空母打撃群には最新鋭の055型駆逐艦南ちゃんが加わっており、こちらは 052D 型駆逐艦の後継艦となっており、艦型が大きく装備も充実していることから、アメリカ国防総省や国際戦略研究所では本級をミサイル巡洋艦と位置づけており、NATO コードネームは連配型巡洋艦と呼称され、2020年から収益が開始されたまさに中国海軍最新鋭の水上戦闘艦となっているよ。055型駆逐艦南ちゃんはどんな駆逐艦なの？055型駆逐艦南ちゃんは、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊で、最大速力32ノット、航続距離は5000海里とも言われており、運用構想においては空母の直営艦として機動部隊を構成するほか、自ら水上戦闘群の機関となることも想定されているよ。これは米海軍のタイコンデロが旧巡洋艦の基準排水量7242トン、満載排水量9460トン、全長 172.46 メートル。全幅 16.76 メートル、最大速力30ノット、航続距離は6000海里に劣らないということから日本にとっての驚異的な存在だな。性能所言の観点から見れば、この055型駆逐艦南ちゃんが艦縮分でいうところの巡洋艦に相当する規模を持っており、中国海軍としての初の本格的な外洋航海が可能な水上戦闘艦だと言っても過言ではないぜ。この055型駆逐艦南ちゃんの収益で、中国としては2隻目の国産航空母3トンや、以後の艦艇に対する防空能力は飛躍的に向上したと言われており、すでにこれを中国海軍では3隻収益させ、5隻が建造中であるというのが驚きであったね。現在の遼寧や3トンに関しては、
前述した通り航空機射出用のスキージャンプ方式のカタパルトを装備していない航空母艦だけど、3隻目以降は電磁式のカタパルトを搭載予定とも噂されており、原子力推進も視野に入れているということも囁かれているね。これらの母艦が収益を迎えるまでには固定翼の早期警戒機も中国は国産化してくるということも十分に予想されており、また艦載する戦闘機もステルス機を実用化してくることも確実であり、日本にとっても脅威の度合いはさらに増すと思われるよ。2021年5月1日にはイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスの空母打撃群が母港ポーツマスを出港し、最終的には太平洋に向かって日本にも寄港したが、このような遠征能力を中国海軍も身につけつつあるってところかな。あの1982年のフォークランド戦争以後は、こうした水上戦闘艦同士が戦闘を行った事例は一度もなく、近年では航空母艦という大型艦艇が実際に有効な戦力となるのかという異論の一部で唱えられているぜ。そういった声もあり、海上自衛隊の護衛艦出雲加賀の航空母艦化の話も、南西諸島への陸上滑走路が使用できない状況に陥った際への対処を日本が想定しており、空母打撃群としての打撃力重視へ生かすことができないというわけだな。もしも固定翼の早期警戒機を運用することが可能となれば、アメリカの空母打撃群に準ずる打撃力を中国海軍は手にするかもしれないが、個人的には中国の対処能力が低いとされる潜水艦で日本は迎撃して対抗すべきだと思慮するよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて感謝です。感謝です。へーへー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 。